いた末、3年半前に訪れた春花園で日本の芸術文化としての盆栽の魅力を肌で感じ、弟子入りを決意しました。今では技術全般を習得、日々の手入れを任されるなど、小林さんからの絶大な信頼を受けています。盆栽はなんか一つのことだけじゃなくて、なんか奥が深い、いろんな意味がある、なんかいろんな木もあるし、でも植物だけじゃなくて、なんか盆栽はアートと植物とか、そういうなんか両方あるから、あれすごい面白いですよ。わかった、おじさんがワールドになったの。盆栽の他にも日本文化に触れてほしいと、週に一度講師を招き書道に親しんでいます。最後3文字目のこれっていう字が、7月6日から8日に開かれた上野入谷の朝顔市。盆栽を仕事とするために必要な接客を学ぶ、小林さんのもとでしか体験できない貴重な機会で、彼らは積極的にお店に立っていました。イギリスには朝顔ってあるの？あります。あ、それの音を専用朝顔、モーニング英語でモーニンググローリーグローリーグローリー。ピーターさんはこの朝顔市を通じてお客さんと接し、商品を売る大切さを感じたようでした。こちらイタリア、フランス、アメリカ、フランス、ユーロ、いらっしゃい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 、洋食酒ですよ、団長ロボ入ってます。間違いない、洋食酒ですよ、いらっしゃい、いらっしゃい。今いる弟子の中で修行期間が3年半と一番長いピーターさん、その間にさまざまな盆栽の技術を習得しました。これ貝です。最近作った作品を紹介してもらいました。この木はもっと大きいになった。これ頭、昔のもうこれトルキーってした、あのこういう幹を切って、あの水苔張って、その傷からあの根っこが出てくるです。あの水苔で取り木の技術は簡単と話すピーターさん、しかしその取り木の技が今後の木の形を決めていくんです。上に描いた、これ頭から取ったんです。これ商品の盆栽 になる。あのその足もこれもそのもともとは足元すごい汚いから、大きさももうなんかすごい中途半端、なんか50センチぐらいから、なんかだから今これ45センチは中品な大きさで、でも足元は本当に汚いから、あれ治れないから、その下もトルキーした、これから綺麗な粘り、その足元を作れば、これもっといい気になる。だからこれ私の作品です。この目が癖物だな、うん。これ取っちゃうんだよな。これ。ね、それは捨てちゃう。それでこれ捨てたら開いちゃうでしょ。はい、開いたところを考えるな。こう戻す、はい。とても彼はあの頭のいい子ですし、勘もいいし、で盆栽が大好きですから、やはり。この道に入って一番大事なものは好きっていうことですね。好きでなければ絶対前に出ない。彼はおそらくヨーロッパで盆栽の素晴らしさ、盆栽の心、精神を教えてくれると思います。テクニック、技術だけは教えられる人はたくさんいます。だけどそのもっと奥の入ったね、その盆栽道というか道というか、まあ精神面を教えられる人はそういないです。でも彼は多分そういう部分を理解できてると思います。夢は
まだはっきりと決めてないけど、なんかヨーロッパの方帰りたいと、盆栽の面白さを教えたい。ヨーロッパの人はその盆栽の心とか、あれまだちょっと分かってないから、あれをちょっと教えたいです。盆栽を日本の文化として世界に広めたいという小林さんの思い、その意思を受け継ぎ理解していこうとする外国人の弟子たち、文化習慣の全く違う人たちが盆栽という日本の伝統文化を自分のものにできた時、その技と魅力がここ江戸川区から世界へと発信されていくことでしょう。